前回の命天然庫では家具のレイアウトについて紹介しましたが、完全に家具をなくすということは不可能です。そこで必要になってくるのが家具の固定です。今回は家具の転倒や移動を防ぐ家具の固定について紹介します。家具の移動・転倒を防ぐには器具を使って固定することが必要です。 L 字型の金具を使ってネジ止めをすることで家具を固定することができます。他にも突っ張り棒やストッパー、粘着マットを使用することで固定をすることも可能です。また家具の転倒防止を安く簡単に行う方法があります。それが段ボールです。段ボールを家具の上に積み、天井までの隙間を埋めることにより家具の転倒を防止することができます。キャスター付きの家具はロックをかけたり、固定器具を使って動くことのないようにしましょう。テーブルや椅子も粘着マットなどを使用し、揺れによって移動しないように工夫をしましょう。他にも吊り下げ式の照明などは落下しないようにチェーンなどで固定することが大切です。このように家具の固定をすることで地震による被害を最小限にとどめることができるのです。